おい、マリサ。なんだよ、霊夢。今回はどこを見ていく予定なんだい？今回はこの関東の河川利根川の東遷について、見ていこうと思うんだ。ほう、利根川の東遷か？名前はよく聞くけれど、具体的にはどのようなものだったのかは知らないな。今回の動画でその実態がわかるわけね。そういうわけだ。ちなみに、今回も地図などを利用して見ていこうと思うんだ。そして、今回紹介する利根川東遷は関東、そして日本に大きな影響を与えた治水事業なんだ。利根川の東遷事業は、広大な関東平野を多くの人が住める場所に変えたんだ。では、早速、その利根川の東遷を話していこう。いよいよだね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。現在の利根川。利根川東遷は江戸時代初期に、徳川家康によって始められたんだ。その規模はかなり大きなもので、昔の遊路は現在のものとは大きく違うんだ。河川の向きを変えるなんて、ものすごい挑戦だよね。でもよ、現在の利根川はどうなっているんだろう？では、まずは利根川の現在の遊路を見てみよう。ほう、利根川は今、このように流れているのか。そうなんだぜ。現在の利根川は群馬県北部、新潟県境に近い、標高1831メートルの大峰神山南面に発し、しばらく山間部を南下した後、前橋市北方からは、関東平野をほぼ東南から東に流れ、その後、銚子市などを流れ、太平洋に注ぐんだ。今は太平洋に流れている河川というわけね。そうなんだぜ。この利根川の幹線遊路延長は 322km で、これは日本で信濃川に次いで2番目に長い川となっているぞ。ちなみに、上越新幹線に置き換えると、東京新潟間とほぼ同じ距離となるんだぜ。それほど長いのか。一方で、流域面積は日本一を誇る川なんだぜ。その広さは埼玉の約4倍、四国の約 80% に匹敵するぞ。そして、流域内人口は平成22年の時点では約1309万人で、総人口の約10分の1となるんだ。まさに日本屈指の河川なんだね。そのような河川の遊路を変えたのか。江戸時代の技術を恐るべきだな。そうだね。そして、その支流としては古河市で渡良瀬川を合わせ、その後江戸川を分流した後、ほぼ千葉県と茨城県の境をなし、その後、鬼怒川、小貝川を合わせて、太平洋に注ぐんだ。ちなみに手賀沼や印旛沼も利根川水系に属するんだ。群馬、栃木、千葉と大きな関係がある河川なんだ。そして、この利根川の名称が最初に出てくるのが、万葉集となっている。また、坂東太郎とも呼ばれ、これは坂東、すなわち関東で最も大きい川であり、日本の川の長男、つまり日本の川の代表であることを意味するんだ。では、次にこの利根川の東遷について見ていこう。いよいよだね。利根川東遷。今見ているのが、現在の利根川の水路となっている。しかし、江戸時代以前はこの遊路とは異なっていた。では、どのようなルートだったのか見てみよう。赤が江戸以前のルートで、水色が現在のルートとなっているぞ。ほう、これが東遷する前の遊路か。今では太平洋に注いでいるけれど、過去はここの東京湾江戸湾に注いでいたんだ。そうなんだぜ。そのため、周辺の河川の流れも異なっていたんだ。また、この地図は江戸時代以前の利根川、荒川、渡良瀬川水系となっている。この地図を見ると、渡良瀬川は東京湾に注いでおり、一方で、鬼怒川などは東に流れ、太平洋に注いでいたんだぜ。これを見ると、利根川東遷が関東平野に与えた影響が大きいことがわかるな。そうなんだぜ。でもよ、どうして利根川の東遷は行われたんだろう。いい質問だね。徳川家康が入国する以前の関東は湿地帯で、新田開発が難しく、人が住みづらいところがあった。また利根川による水害が起こりやすい地形だったんだ。そのためもあり、東遷事業を行い、江戸を利根川の水害から守り、水田開発を推進すること。そして、舟運を開いて東北と関東との交通、輸送体系を確立すること。これらが目的だったと思われる。さらに、東北の雄、伊達政宗に対する、防衛の意味もあったと言われているんだ。多くの点で、利根川を東遷するメリットがあったんだ。そうなんだぜ。そして、東遷事業は徳川家康が江戸に移ってきた、16世紀終わり頃に始まり、その後、江戸時代に少しずつ東へと流れを移し替える、大工事が行われ、約60年間にわたって行われてきたんだ。そして、その工事は具体的にはこのように行われてきたんだ。おお、これほど多くの工事が行われてきたんだ。例えば、1594年に行われたここの事業は、藍の川締め切りといい、他にも、江戸川改削や小貝川付け替えなど、江戸時代初期に多くの工事が行われたんだ。何度も何度も、工事を繰り返して、少しずつ東遷したわけね。そういうわけだ。そして、この利根川東遷事業において、重要な役割を果たした人物として稲忠次という者がいる。この人物は三河国小島に生まれた人物で、小田原北条攻めでは道路の不審や、
富士川に船橋の整備、軍勢の両用の輸送などを担い、地方公社としての地位を固めたんだ。軍艦としての才能があったんだね。そうなんだぜ。そして、家康が江戸入封した後は、徳川家の関東支配の基礎づくりに多大な力を発揮したんだ。彼は、全国支配のため代官たちを駆使して、幕僚の支配に当たるとともに、治水、灌漑工事や検地、神殿開発、年貢収取など多様な農政や地方支配を行うようになったんだぜ。さらに、家康が駿府に移る頃には、江戸の将軍秀忠政権の中枢に参画し、単なる代官頭としての立場を超えた、年寄衆に近い役割まで果たすようになったんだ。その功績の数々から、家康の国づくりを支えた人物だと言えるんだ。稲田忠次はそれほど大物の人物なんだ。徳川家といえば、本多忠勝や井伊直政などの武官が有名だけど、内政においてもこのような人物がいたんだね。知らなかったな。そうなんだぜ。そして、この稲田忠次とその息子の忠春ら稲一族が、利根川東遷の事業に大きく関わっているんだ。そんな稲田忠次が指揮した治水工事として有名なのが、利根川東遷の一部である、1594年の藍の川締め切り工事だ。川を締め切った？そうなんだ。では、地図を見ながら説明しよう。左が江戸時代以前の利根川で、右が藍の川締め切り工事が行われた後の、1594年の地図だ。そして、藍の川締め切り工事が行われたのは利根川の中流あたり、現埼玉県のこのあたりの部分のことだ。当時はここの部分の川股で川が二股に分かれ、また合流するという流れだったんだ。まさに川股だ。複雑な流れだったんだ。そうなんだ。そのため、流れを一本にするために藍の川を締め切ったんだぜ。こちらの江戸時代以前の地図では、川股付近で、藍の川と藍の川と二つに分かれている。しかし、1594年の地図では、西側の藍の川が締め切られ、東の鯖へ向かう流路のみとなっている。なるほど、このようにルートを変えたわけだ。そして、これは、利根川東遷の第一歩とも言えるんだ。このように一部を変えながら、東に流路を向けていったわけね。そういうわけだ。また、川口でも、隅田川へ流れる流路を締め切り、流れを太い川へと変えたんだ。江戸時代以前の地図では、東京付近では西側に隅田川が流れているが、こちらの1594年の地図では、鯖から川口今の草加市へ流れ、その後、東の太い川へ流れているのが、わかるだろう。隅田川の流路だったところは点線になっているね。そうなんだ。そして隅田川の流路は元荒川や入間川と接続しているんだ。このように変わったのか。そして、東遷事業は1621年になると、浅間川の締め切りや、新川通りの開削、同時に赤堀川の初開削などが始められたんだ。ちなみに、稲田忠次はその前の1610年に亡くなり、治水事業は稲家の次の代に受け継がれているんだ。稲田忠次は全てを見れたわけじゃないんだ。そうなんだぜ。では、地図を次の時代のものにしよう。左が先ほど見ていた1594年、右が改修後の1621年の地図となっている。新川通りについてだが、1594年の地図では、鯖と栗橋の間に流路はないが、1622年の地図では、鯖から栗橋へのルートができているんだ。これが新川通りといい、利根川と渡良瀬川をつなぎ、渡良瀬川の下流にあたる太い川に水を通したんだ。川口に向かう流れの一部を、栗橋に向け、渡良瀬川へつなげたわけね。さらに東に本流が移ったな。そうだね。一方で、ここの栗橋と関宿の間に細い溝を開削したんだ。この水は赤堀川といって、赤堀川の掘削は大地を掘削して、さらに東に流路を向けるものだった。そして、その目的は利根川の水を、東の香取の海へ注ぐ、日立川へ流して流量を増し、太平洋へ注ぐ銚子河口まで繋がる水運を整備することだった。つまり、この赤堀川の掘削は利根川と、東側の日立川を繋げる工事だとも言えよう。これによって、日立川の流量を活水時でも一定に確保し、安定した水運を可能にし、銚子から関宿まで、日立川を走行できるようにさせる目的があったんだ。ちなみに赤堀川がある大地は、佐島大地というぞ。しかし、大地を掘削するための工事は難工事で、工事に何度か失敗したとされるんだ。そのような川の掘削がこの1621年に始まったんだ。では、次の時代の地図を見てみよう。左が先ほど見ていた1621年、右が1624年から1643年となっているぞ。そして、その後、1635年から1641年まで、関宿金杉間に新しい川の江戸川、現在の江戸川の上流部が開削され、利根川の水を太い川へ流れやすくしたんだぜ。地図で見ると、新たにここに江戸川ができているのがわかるだろう。確かにな。一方で、1641年には利根川と、日立川を結ぶための坂川が開削されたんだ。地図で見ると、この日立川と利根川をつなぐ、坂川がここにあるのがわかるだろう。この河川だね。これで、大きく東に流路が変わっていくね。そうだね。
また、一方で、この頃には東の日立側でも動きがあったんだ。例えば、1629年には鬼怒川を古海川と分離し、日立川と合流させる事業が行われ、1630年には古海川を日立川に合流させる事業が行われたんだ。着実に東側の河川も整備されていったわけね。あとは、この利根川と日立川をつなげる必要があるわね。その通りだ。そこで開削されていたのが赤堀川であり、その後、利根川と日立川を結ぶため、赤堀川の幅、深さが拡大され、より大量の水を流せるように改良されたんだぜ。では、地図を変えてみよう。左が先ほどまで見ていた1624年から1643年の地図だ。一方で、右は1654年の地図だ。ここの赤堀川が拡大され、利根川と日立川をつなげているのがわかるだろう。これによって、利根川が日立川へ流れるようになり、東線が完成したんだ。ちなみに、この1654年に赤堀川は、ようやく常時通水がなされたんだ。開削が始まったのは1621年だから、約30年もかかったこととなる。それほど難工事だったわけだね。水量が不十分だと船が通れないし、開削しすぎると繋いだ先が氾濫するリスクがあるからな。そのため、水量のバランスが求められ、細心の注意を払ったためとも考えられるんだ。何はともあれ、このようにいくつかの段階を経て、東遷が行われたわけだね。そういうわけだ。また、この地図のように東遷事業では利根川だけでなく、江戸川も同時に作られたんだ。これによって銚子から江戸川を通って、江戸に安全に向かうルートができたんだ。そのため、赤堀川と江戸川は江戸時代初期にとっては、重要な工事だったと言えよう。さらに、この利根川の東遷によって、東北太平洋岸の物資は銚子から、西に移動し、江戸川などを通って江戸にやってきたんだろう。そうか、だから、東太平洋岸と関東をつなげる意味もあったんだ。そうなんだぜ。さらに北関東や東北を結ぶ物流網として発展し、鉄道網が整備される明治前半まで、流通の幹線として機能し続けたんだ。一方で、江戸川は、江戸への物資輸送の主要なルートとなり、沿岸の町は河岸として栄えたんだ。その中で地場産業も発展したんだぜ。現在も全国の生産量の多くを占める野田市の醤油や、流山市のみりんは、この頃に発展したものなんだぜ。そう考えると、いろんな影響があって面白いね。そうだね。ちなみにだが、江戸時代では、江戸川と銚子方面の二つのルートのどちらが主流というわけではなく、銚子方面の遊路が、明確に利根川の主流となるのは、明治以降の治水での話なんだ。しかし、明治時代に入り、足尾鉱毒事件の発生によって、江戸川への流入が減らされたんだ。足尾鉱毒の鉱毒を東京に流さないようにしたわけだ。そのため銚子方向への流量比を高める、大規模な改修が始まり、銚子方面が主流となったんだ。そのような過去があるんだ。また、明治43年の大水害で利根川の治水システムが崩壊し、洪水時下流への流量が増加したため、江戸川への流入制限が強化されたんだ。そのような過去があって、今のように銚子方面が主流となっていったんだね。そういうわけだ。以上が利根川東遷事業についてだ。しかし、一方で、江戸時代には利根川東遷以外にも、江戸を水害から守る治水システムがあったんだ。ほう、そのようなシステムがあるのか。そのシステムは埼玉県行田市付近に設置された、中条堤という堤防なんだぜ。利根川遊路の治水システムということで、今回は少しその中条堤について紹介しておこう。中条堤とは？中条堤があったのはこの行田市北部のこの辺り。瀬戸や坂巻などがある辺りだ。では、少し近づいて、地形分類図で見てみよう。ほう、こうなっているのか。ここを利根川が流れ、ここに坂巻や瀬戸などの場所があるんだ。そして、ここに細い河川福川があるのがわかると思う。この河川の岸が中条堤となるんだ。むむ、西に続くようにあるね。この包みがそれほど重要なのか。そうなんだぜ。では、この中条堤の役割を説明するために、絵でも見てみよう。おお、これが中条堤の絵か。そうなんだぜ。この下のところが中条堤となっている。一方で、オレンジの線は全て包みとなっており、見ての通り、利根川の右岸を包むように配置されているんだ。ここの江原堤や、善ヶ島堤、文禄堤などの包みだね。あれ、なんだかここの氾濫許容区域や、防護区域などの気になる文字が入っているな。いいところに気がついたな。この中条堤の特徴を説明すると、この周辺では、この部分の狭窄部と書かれている、場所の川幅が狭くなっており、少し流れにくくなっているんだ。そして、これによって洪水の際には、中条堤の内側で河川が氾濫するんだ。なるほど、ということはこの包みで囲われた、氾濫許容区域に水が流れるわけね。一方で、南の防護区域は守られるわけね。そういうわけだ。こうすることで、大量の水がしばらくここに滞留し、利根川の下流まで、洪水が流れるのを防いでいるんだ。なんと、あえて洪水を溢れさせるのか。
では、この包みがある福川が関東では、どこにあるのか広域的に見てみよう。おお、関東の地図だね。そして、先ほど見た福川はこの辺りを流れているんだ。埼玉県の北部だな。この包みによって、南への氾濫を少なくしようとしたわけね。そういうわけだ。そして、元祖中将堤はいつから存在するのか明確な記録はないんだが、江戸時代以前から存在した堤防を、稲田脱具がシステムとして完成させた、という説が有力なんだぜ。昔はこのように、洪水時に河川から水を溢れさせる手法がよく取られていた。例えば、戦国時代に提案された霞堤というシステムでは、堤防をあえて不連続にすることで包み内地に氾濫した、水を蓄えるシステムとなっているんだ。そして、この河川を溢れさせて、水の勢いを弱める技術を、稲田脱具はよく使い、この河川工法は後に稲湯、もしくは関東湯と呼ばれるようになるんだぜ。そして、この関東湯のもう一つの特徴としては、洪水によって、農地には肥沃な土砂が流れ込み、流域内に点在する沼沢や低湿地を縮小させ、耕地造成が促されることが挙げられる。おお、治水だけでなく、土地開発にもメリットがあるんだ。まさに一石二鳥な手法だね。そうなんだぜ。そのため関東流では、為替は1里48曲がりをたっ飛んだとされているんだ。曲がりがあれば、それほど堤防と氾濫区域を作りやすいからな。そうなんだ。そして、広大な面積の低地と大河がある関東平野は、関東流の手法にまさにうってつけだったのだろう。なるほど、稲田脱具もこの関東平野の地形を見て、氾濫すら無駄にしない方法を用いようと思ったのかもね。そうだね。しかし、その後、河川の近くで暮らす人が増えたり、新田開発の拡大などの影響で、江戸時代中期以降には、この関東平野の開発は、紀州湯が受け持つことになるんだ。紀州湯?この紀州湯では、それまで蛇行していた河道を、強固な築堤と川除け、護岸などの水性工により直線上に固定したんだ。そして、大河川の中下流地帯の主要部に初めて、高い連続包みが建設され、川の水は河川敷に固定されたんだ。関東湯とは全く違う手法だね。そうなんだぜ。これによって遊水地などは廃止され、放置されていた中流の遊水地帯などで、新田開発が進められたんだ。より広範囲に利用できる土地ができたわけね。ところで紀州湯ということだから、紀州が関係しているの?鋭いな。その通りなんだ。この紀州湯は元紀州藩主で、八代将軍徳川吉宗によって採用されたんだ。彼は享保の改革推進のために、新田開発を推奨し、紀州から伊沢や曽兵衛為長を召集した。そして、彼の持つ土木技術を関東湯に代わるものとして、採用したんだ。それが紀州湯というわけね。そういうわけだ。だけど、江戸の基礎を作った関東湯も偉大な土木技術だね。そうだね。以上が中将堤に関してだ。このように利根川には利根川東遷以外にも、魅力的な土木事業があったんだぜ。この辺りは多くの河川が流れているから、他にも大規模な河川工事が行われてそうで、面白そうだね。おお、今日はやけに勘が良いな。そうなんだ。他にも荒川の聖戦などの事業があるんだ。では、最後に荒川の聖戦を少し紹介して、今回は終わりとしよう。詳しくはまたいつか紹介できればな、と思っているぞ。それは楽しみね。荒川の聖戦。荒川の聖戦は利根川東遷事業と並行して実行された、治水プロジェクトで、稲田脱具の次男の稲田春によって、指揮されているんだぜ。さすが稲毛だ。関東に大きな影響を与える、二つの河川事業と関わっているのか。ちなみに、稲田春は、兄の忠政の死後、赤山川口市に陣屋を構え、関東諸大官を統括する関東軍大官となり、父忠次の事業を実質的に受け継いだんだ。そして、利根川東遷では、先に述べた1620年以降の東遷事業や、鬼怒川、小貝川の下流部の付け替え改修、分離などを担ったんだ。まさに利根川東遷は、親子二代の悲願だっただろうね。さらに、彼は同時期に荒川の聖戦も行っているんだ。まさに八面六臂の活躍だな。荒川はもともと、旧利根川の支流だったのだが、1629年に今のルートに付け替えられたんだ。こちらも洪水防御、新田開発、周運開発等が目的だったんだ。では、その流れを地図とともに見てみよう。まず江戸時代より前の荒川だが、東京湾に流れ込んでいた利根川の支線で、現在の元荒川の流れだったんだ。しかし、江戸時代になると、熊谷宿毛あたりから新しい河道が作られ、和田吉野川と合わせて入間川と繋がれたんだ。これによって、埼玉東部の低湿地は穀倉地帯に生まれ変わり、また周運による物資の大量輸送は大都市、江戸の繁栄を支え、江戸の発展は村々の暮らしを向上させたんだ。しかし、付け替え工事実施後も荒川の氾濫、洪水被害を完全に沈めるには、相当手を焼いたみたいなんだ。やはり治水は一筋縄にはいかないね。そうなんだぜ。
そのため、この関宿などの場所では、緊急避難場所として、母屋よりも一段高く土を盛り、納屋土蔵が建てられたんだ。これを水化と言うんだぜ。住民の間でも対策がなされていたんだね。そうだね。他にも軒先に吊るされた、移動用の小舟などの備えがあったとされている。地域特有の歴史で興味深いね。一方で、荒川の治水だが、その後、1910年の大洪水をきっかけに、東京の下町を水害から守る抜本対策として、荒川放水路が開削されたんだ。この工事は延長22キロ、幅500メートルもの、放水路を掘るという大規模なものだったんだ。めちゃくちゃ大きいではないか。そして、この全体の竣工には約20年の歳月を要し、1930年に完成したんだ。これによって、それまでの荒川が隅田川、そして新しくできた放水路が、荒川と呼ばれるようになったんだ。また、この荒川放水路について詳しく見るのも面白そうね。そうだね。以上が荒川の聖戦の簡単な説明だ。このようにして荒川や利根川などの大きな河川が集まっていた場所を見事に整理していったわけだね。今では高度な技術があるが、江戸時代のことを考えると、場所の選定から水量の計算、水路の開削など、気が遠くなりそうな要素を人力でしないといけないよな。そのような技術も面白そうだけど、何より今回の動画で江戸時代の土木の凄さが分かって面白かったぞ。それは良かった。では、今回はここまでとしよう。また当チャンネルでは次回以降も、地理や地質に関する動画を載せていくぞ。ぜひ、高評価やチャンネル登録して、チェックしていってくれよな。それじゃあ、またねー。またねー。